先行士は中華人民共和国古期省に位置する小直轄研究士。湖北省の中部に位置し、天文市、千桃市、慶州市、慶門市に接する。夏から秋にかけては慶州の地とされ、戦国時代にはその勢力下に置かれた。全278年、旗がその 2A を占拠すると、先行は協領権の管轄とされた。 先行に初めて行政区画が設置されたのは全206年である。官庁は消火台に火曜県を設置し、先行地域の大部分を管轄するようになった。550年頃、南朝張は先行南西部を高領県に改変、正義は高領県より花領県を分地北州は花領県を紫領県と解消し、市南西部が その管轄とな、北東部は、橋梁県の管轄とされた。東大になると、紫領県は、高猟県に統合されている。東大になると857年、湯勢の不便を補うために白伏せに白伏せ順院を設置し、京南節戸市の管轄とされた。北宋の965年、白伏せ順院が県に昇格する際に、 域内の冠水が長江に流れ込んでいることより、男でため線のいより、千江と命名された。1988年5月、研究しに改編され、さらに1994年10月に、湖北省直轄市に改編され現在に至る。道路、ありがとうございます。